ウーゴ・アルフォンス・カザールは、イタリア・フィレンツェ出身で、スイス国籍の実業家である。カザールは、スイスの古い家系につながるアンドレア・カザールの、長男として、イタリアのフィレンツェで1888年8月15日に、生まれた。ローマのドイツ学校を経て、1905年スイス、ヌーシャテルの商業高校を卒業。1906年から1909年までドイツの、 アンハルト州バンベルクでソルベー社に勤務した後、1909年にスイスのチューリッヒ近郊ウィンタートゥールにあるフォルカートブラザーズ社に移り、そこからインドのボンベイに派遣された。そして1912年1月、同社の大阪支社に赴任した。1916年には、同社から天人離日を告げられ、退社、1916年から1918年までの ア田横浜のナボーツ社、1918年から1920年までの、ア田ジョージ・ H ・マックファデンブラザーズ社、大阪支社に勤務。1920年から1938年まで、神戸の FS モールス商会に勤務した。来日後は主に面の貿易に関わっていた。横浜での数年間を除くと、1964年7月9日に、永民するまで大半を、 神戸で過ごした。1912年の来日以来、カザールは日本に滞在し、日本美術の収集を続けた。しかし1930年代後半に入り、日米関係が悪化する中、家族と共に収蔵品をアメリカに移そうと考えた。1941年の冬、スマクビシャモンさんにあった自宅を処分し、コレクションは梱包され、 神戸港の倉庫に運ばれアメリカ合衆国に向かう船への積み込みを待つばかりであった。ところが出港予定日が1941年12月8日の日米海戦よりわずかに遅かったためアメリカ行きはかなわずコレクションは木製コンテナに収納されたまま神戸港の倉庫から進行のあった大阪市立美術館へ移動された。カザールと家族は再び神戸に戻り、 急遽のあったスマックビシャモンさんから少し西にあたる、現在のタルミクシオヤのジェームス山にある外国人住宅へ移転した。中立国スイスの国籍であったため太平洋、戦争中も日本に留まることができた。ジェームス山の外国人住宅もそこそこの広さではあったが、展示棟を備えたビシャモンさんの家とは異なり、作品を置くスペースはなかった。 そのため一部の商品を除いて大半の作品は木製のコンテナに収納された。ま、大阪市立美術館の3階倉庫に置かれたまま、戦中戦後を過ごした。カザールの没後、コレクションは大阪市立美術館に譲渡されることになる。大阪市立美術館はカザールが収集した執行を中心としたコレクションを収蔵している。陰楼、寝付け、タバコ入り。 キセルトウ、クシ、郊外、カンザシなどの送信具、すずり箱、漁師箱、分台、ふ箱などの文房具、工房、キャラ箱などの工道具、下げ銃、バイ、貸し器などの飲食器、大名家の即助の婚礼に際して揃えられた、薪絵長ル類などからなり、その総数は3409件、4333点に及ぶ。造下帳、木帳の根付、 中国製の三角の杯、調質、螺鈿などの器物も含まれるが、大半は、近世から近代にかけて、日本で作られた、漆器、種として薪絵である。コレクションには、多彩な図用を精緻な薪絵技法で表した、江戸後期から明治期にかけて陰籠、根付けなどの送信具をはじめ、工合や、盃などの商品が多い。19世紀の後半、 空前の日本美術ブームが欧米で起こり、江戸後期の漆器の多くは海外に流出した。そのため、カザールコレクションは国内に残る貴重な収集となっている。ありがとうございます。